ということで、はい、ですね、もう一個行きましょうね、じゃあね、はい、私の皆さん、もう一個行きます、はい、3つ目です、はい、3つ目やっちゃいましょうかということで、何をしようかなとは思っていたんですけれども、じゃあここのところで、CC2015 の方ちょっと行ってるかな、なんかね、こっちの方がちょっと気になってるんですけどね、あとこの辺りのマークもあるので何でもいいんですが、うん、はい、そうしたらちょっとフォトショップの方だけで開いていって、なるほど、ですね、じゃあちょっと何をやるかというところだと、本当にライブデモです、はい、もう全然その辺りはいつもやってることなのであれですけれども、皆さんの中でもやっぱりさまざまな進化をしていたこのフォトショップですけれども、その中でもやっぱり、注目をされていたというものが、例えばちょっと暗い画像になっちゃいまして、なっちゃってますけれども、例えばこういう写真があったとしますと、はい、で、そういった時にフィルターの中で、ぼかしギャラリーですね、これなんかは皆さん使っている、はいはい、もしくは、まあ、はい、今回改めて使っていただいてもいいかなとは思います。まあ、パスぼかしとスピンぼかしに関しては最近追加されたものですからね、はい、そうですね、はい、簡単に言ってしまうと、このぼかしギャラリー、3兄弟の5兄弟に今なってますけれども、はい、この機能というのはいわゆるカメラもしくはレンズですね、光、そういったものに属した形で、効果を与えてぼかしをつけるっていうような機能なので、うん、今までであれば例えば従来のものぼかしガウスシェイプですとか移動っていうものがあったと思うんですけど、そのアルゴリズム的にこうものを、ピクセルを移動しているっていうだけではなくて、光のプラスアルファのところも、ちゃんと考慮して、ぼかしの効果をかけているということがあるので、より、自然な形、うん、品質が高いものになっているということをまず1個覚えておいてください。モダンな方がこのぼかしギャラリーの、ね、そうですね、はい、でやっぱりこのあたりもCPU ですとかマシンのパフォーマンスが上がったので、うん、その処理速度が上がったおかげでこういうことができるっていうものなんですけれども、はい、今回ご案内していくのは、まあ、何でもいいんですけれども、その中でも例えば、パスだとちょっとあれかな、何でもいいんです、要は今回ご案内していくというところでは、じゃあフィールドの方行きましょうか。久しぶりにみたいな気がします。ですよね、はい、ちょっとやり方復習っていうことになりますけれども、ここのぼかしのところの度合いはこんな形でやっていただいても結構です、うん、ちょっと分かりづらいので、交際縛りの方に行こうかな、こちらの方が分かりやすいですよね、はいはい、この円のところを中心にして、例えば大きさなんかをこう楕円でも何でもいいですけれども、こんな形で変えていく、でぼかしの具合はこれで、うん、もしくは上のところのスライダーでこういうふうにかけていくというような操作方法です、うん、で、今回ちなみにこのグラデーションですね、この辺り分かりますかね、この辺りかもしくはこっちの方に持っていくと、ちょっとこれアップにしないと分かんないんですよね、うん、こういった形で持っていくと、そのグラデーションの幅の部分が変わっていくっていうものなんですよね、こんな形でここからザーッとこう変わっていく、で最終的なボケはこちら側になっていくっていうものですね、ちょっと見えづらいですね、まあ、これでもぼかしといえどもすごいクリアですよね。そうなんですよね、はい、で、今回新しくこの効果それぞれについたのが、この右側のところにあるこっちかよいしょ、ノイズをつけるというものです。あ、ちょっと、PNP が邪魔です、はい、はい、あ、うん、OK、ということです。じゃあこういうふうに持っていくかな、ですね、まずバリエーションとしてはガウス、それから均等に分布、そして粒子、この3つから選びます、はい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 、私の勧めは粒子です、はい、というのはガウスとかをやってするとサイズとか粗さとか細かいコントロールこちらができないんですよね。あはは、粒子だけがこのサイズとか粗さっていうものができるので全てのパラメーターが使えるということですね、はいはい、で、はっきり言っておきます、これデモンストレーションだとすごく見づらいです、うん、細かいニュアンスってやつですね、はい、ノイズが乗るっていうところは、これ無理やりでやってますけども、これぐらい乗るんですよね、うんうんうん、で、このパラメータこれまで乗せないっていうふうになるとこういうふうになるっていう、こうこうって言ったとしても見えるかどうかっていうのがこのストリーミングを通じたと全く分かんないんですよ、うん、そうなんですよね、はい、うん、これがちょっと辛いところなんですけれども、うん、ちょっとこれをなくした時っていうのは、これもやっぱり先ほど、冒頭で申し上げた通りなんですが、綺麗な形でボケ足はかかるんですけども、逆に切れすぎる、うん、
ていうような効果なんですよね。はいはいはい。で、これは特に出力の方が紙とかでやられている方というのは、結局ですね、何でしょう、紙をベースに改めてその素材感とか粒子感を出して、それをベースにして何て言うんでしょう、この写真のレタッチをされる方もいるぐらいなんです。でこの粒子のところをつけた方がより素材感というか、そのフィルム感というか、そういったものが出るということがありますと。でプラス言っておくと、さまざまなレタッチの作業をするときに最後に粒子を使うっていうちょっとしたテクニックもあるんですね。これ昔からもやったんですけど、はいはい、それなぜかというと、トーンジャンプを防ぐっていうところも実はメリットとしてはあります。鳴らすみたいなイメージなんですかね。そうです、ですね、ヒストグラムのところでさまざまな、さまざまなフォトショップで作業をしているときに、ヒストグラムで見ていただけると分かるんですが、その串状になっていってしまっている、まあ結構こうレタッチなんかの作業をしすぎて、そのトーンジャンプを起こしてしまう、空のグラデーションなんかがちょっとこう段々になってしまうっていうようなものを防ぐためにノイズを入れたりとかっていうような作業をしている方もいるんですよね。その時にこの粒子というものも実は役に立つというようなものもあるという感じなんですよね。なのでその粒子のところ、フィルム感を出すというところ、それからそういうトーンジャンプを防ぐなんかいろんなメリットもありますので、ぜひこのフィルターブラシ、フィルターのところ、ぼかしギャラリーのところですね、ぼかし、ご兄弟、ちょっと兄弟増えすぎてこうお父ちゃん食えるかなっていうところもあるかもしれませんけれどもそういった時にはぜひこのノイズも、ぜひちょっと加えていただければ、ノイズというパラメーターが追加されたぞと、ということを覚えていただければなというふうに思っています。ちょっとこれはこのままキャンセルしてしまいますけれども、こんな形で最後は OK を押していただければいいですし、ビフォーアフターもこれで分かりますので、っていう感じでございますと、意外とね、いやまだ50分ですよ、もう笑うしかないですね、というところですね。これ大事なところじゃないですか、この全然デモされていないこのフォトの機能ようやく3つ目が終わるところなんですけど、この辺りは前回やったのでいいんですが、なるほど、いいです。ただですね、ちょっとこの次のページのところで、ちょっと変なものが出てますけれども、出てますね、いいです、この辺りは次回やりましょうかもう逃げに入ってますけど、皆さんどうしますこれタイムラグがあるから、こう反応が来る頃にはね、なんとも言えない、もう終わらしてるみたいな、そんな感じがあるかもしれませんけれども、ね、ですね、ちょっと、この中で私もお気に入りのところの機能をいくつかお話をしていきますというところで、予告だけしましょうかね、予告のところ、特に、フォトに関わるというところをベースにしてお話をして、で次回そのデザインとかっていうような話もしますけれども、ただ、フォトの話、先ほどの、霞の除去と一緒で、結局フォトの話と言いつつ、じゃあ俺デザインだから関係ねえやとか、もしくはその逆、デザインの話ですって言うから、じゃあフォトの人関係ねえやっていうふうに思うのはやめてくださいと。だから、霞の除去っていうのは霞取らないから関係ねえや、いや水族館でも使えるし、ダイビングでできるでしょ、そうですね、そういうような話なんですよね、だから例えば例を挙げると、これからちょっと、お話触りとしてさせていただくのは、ファイルのメニューのところから書き出しのところです、で、書き出しのメニューの中に今回かなりの進化というか調整が入ったところなんですよね。あの書き出しっていうふうにまとまったんですね。そうですね、今までであればこの中にウェブ用に保存っていうメニューがあったんですけども、すごいよく使う機能だと思いますけど、それがもう書き出しの中に入っている、でしかも、ウェブ用に保存で従来って書いてあるんですよね過去のものになってしまいました、なのでこのあたりなんかは、特にそうですと、なぜかというと写真家の方も結局写真撮った後に印刷するだけではなくて、そのポートフォリオとしてウェブに載っけるっていうような作業ですとか、もしくはそのウェブだけではなくて今、弊社も言っている、マルチデバイスっていうことなので、ウェブを見るものはコンピューターだけではなくてスマホですとか、モバイルのデバイスとしては、iPad とかさまざまなものがありますので、それを意識してやらないと結局作ったものっていうものは見てもらえないし、逆に言えばそれ見てもらうものに対して品質はちゃんと担保しなければいけないっていうことがありますよねと。
なのでここでご案内するのは、じゃあちょっと確認ですけども、ウェブ用に保存のところで従来皆さんが一番馴染みのいい、これでこの写真ですね、今一応確認をしておくと、この写真は 15.8 メガかな、はいはいはい、割とちっちゃい今だとっていうことになるかもしれませんね。まあ、そうですね、はい、JPEG なんですかね。これは JPEG かな、あ、まあまあでもいいです、はいはい、書き出しの形式のところでやっていって、はいはい、でここで皆さんおなじみのおっと姿勢、こちらの方ではないですね、今従来の方、従来の方からやっていきますね、はい、で従来の方でやって、で従来のいわゆる懐かしい、はい、ウェブ用に保存のダイログウィンドウが出てくる、結構使ってらっしゃるかと思って、というか今現場ですよね、はいはい、本当にこの中で作られているものですと、うんうん、でやっぱり写真家の方であればウェブに保存する時っていうのは GIF とかではなくて、やっぱり JPEG の方でやられる、はい、っていうところに、ちょっと想定をします、はいはい、で JPEG のところもやっぱり品質をちょっとこちら最高品質 JPEG ながらも、はいはい、持っていくと目いっぱいいい画質にしました。そうですね、はい、でそのままの今、形でやっているので、画像サイズも2880ピクセル角っていうのがありますね、はい、っていうことになると、うん、今、そこのところで圧縮したとしても、 JPEG にしても、はい、約3メガ 2.943 メガですね、うんうん、細かいことを言って18ぐらいだったものがこれぐらいの感じです、はい、ということですね、っていうものになって、はい、いましたというものです、うんうんうん、でまあこれはこれでいいでしょうと、はい、もちろん、はい、ただし知ってるか知らないかでこんだけ違うっていうお話です、はい、大事なポイントです、はい、で知ってる、今回の放送を見て知ってるというふうに言える方は、書き出しの中で書き出し形式っていうものが今回出てきました。上から2番目でございます、はい、コマンドいっぱいショートカット、コマンドショートオプションの W と S、 これね確かね今までと逆になってるのかな、従来はそれをやるとウェブ用に保存だったんですけど、今回書き出し形式の方に確かになったはずです、ショートカットは、はいはいはい、でこれを押していただくと、こういったダイアログウィンドウが出てきて、はい、新しいパネルってことですね、はい、で先ほどと同じような形、はい、これ今ピングになってますけれども JPEG の方でやっていきますと、はい、で画質 100% になってますね、はいはい、でそうすると画質 100% でサイズも一緒で見てみると、先ほどが約3メガでしたね、はい、2.943、はいはい、だったものが1.3 メガまで、さらにちっちゃくなってる、さらに倍じゃないですね、2分の1、うん、まあいいやっていう形でこれまた、はいはい、はい、原谷さんドンみたいなね、はい、そういう形で、はい、名前言っちゃいけないですね、すいません、はい、ということでいわゆる画質は担保したまま、うん、基本的な、いわゆる容量ですね、はいはい、これは減らしていける、あの JPEG っていうフォーマット自体も実はちょっとね、はい、このあの、エンコーディング化、JPEG 化するっていうプロセスも進化しているので、はい、これも最新の、まあ、あのエンコードというか、そうですね、のエンジンに変わったということですね、はいはい、そもそも、クリエイティブクラウドの合言葉としてはやっぱり進化するんですね、うんうんうん、で、このウェブ用に保存というのは、Photoshop の 5.5 の時に入ったもの、CS5.5 ではございませんよ、Photoshop のバージョン 5.5 なんで、はい、私入社時なんで17年8年前ぐらいの時についたもの、もっと言ってしまうとその時はイメージレディの方に入っていたものを今度 Photoshop の方につけていたので、うん、まあ、それぐらいの前のテクノロジーだったんですね、はい、もうイメージレディの単語が出ましたので今日は徹夜間違いないです、はいはい、っていうところもあるので、はい、まあ、そこからそれぐらい例えばこの画質の圧縮の、はい、テクノロジーももちろん、変更がされる、ね、ということもありますし、はい、まあ、品質の方、基本的なここで動きとしては変わらないです、うん、バイキュービックとかもろもろの圧縮の再サンプル法のものですとか、そうですね、はい、もしくは画質の方もやっぱりちょっとこれだけだと、うん、高すぎるっていうふうに、画質が高すぎるっていうのは変ですね、ファイル容量が仮に 1.3 でもやっぱり大きすぎるっていうふうに思われた場合には、この画質のコントロールで仮にですけども、じゃあ 50% ぐらいにしましょうと、そうすると画質は 50% なのに、262.5 ものすごい、はい、わかりますね、はい、はい、でいう形で、圧縮ができて、でこの中でちゃんと結構な綺麗な、はい、状態を見れますと、まあ、間引いてるわけなんですけどね、ある意味、はい、はい、
なのでそこのあたりのバランスは、今従来のウェブ用に保存のところで、やりながら、操作方法は同じとして、ただし、そこのところの最終結果として出てくる生成される、JPEG の画像はこれだけ圧縮率が高くなって、使い回しが良くなってっていうことになるという形ですね。なるほど。このあたりなんかも、Adobe Live の方では話しなかったですけど、多分皆さんの中では、重要なポイントの一つかなという形でご案内はしております、はいはいはい、すごい徹夜でいきましょうっていう野瀬さんからの何でしょうね、激励にも近い覚悟のまた来週ですかっていうのもあるんですけど、来週はですね岩本が待ってるということでですね、そうですね、皆さんここでどれだけとちやをあの煽るかでこの5分ぐらいで決まると思うんですけど、最初40分って言ってたんですけどね、どうしましょうね、はい、どうしようかな、これのところは